どうも、黒さんです。今日は嫉妬すると頭が悪くなるというテーマでお話ししていきます。今回の内容は、吉永健一さんの頭が良くなる勉強法という本にも書いてた内容なんですけど、嫉妬すると頭が悪くなります。これはどういうことかというと、嫉妬という感情は自分がその欲しいものを十分に持っていなくて、その一方で自分から見たら、それをあなたが持つことは値しないよねって思った時に、生まれてくるものが嫉妬になります。例えば、なんで私には彼氏ができなくて友達はすぐできるんよとか、なんであのサボってる上司が手取り30万で仕事頑張ってる私は手取り18万なんよ、もうなんでなんでってこういった感情が嫉妬に変わっていくんですね。けど残念ながら嫉妬する人は成長が止まります。これはなぜかというと、現実的に考えると相手が自分の欲しいものを手に入れたのはそれだけの原因があるからです。彼氏ができた友達なら彼氏と付き合うまで行動し続けたとか、手取り30万をもらえてる上司だったら長く勤務したとか出世街道を登っていったとか、原因というものがあるから今の結果というものがあります。けど嫉妬すると相手の全てを否定することになるので、その原因の部分に意識がいかなくなるんですよ。その結果、自分のその嫉妬している欲しいものを相手が手に入れたノウハウを吸収しようとしなくなるんですよ。これは本当にもったいない。嫉妬というのは自分の欲しいものに気づくチャンスでもあるので、嫉妬だけするということはわざわざ自分が成長するチャンスを逃していることでもあるんですね。何回も言うんですけど、これは本当にもったいないです。なのでまずは、嫉妬というのは自分が欲しいものということを理解してください。あの人かっこいい彼氏ができてる、あの人の方が給料が高いって嫉妬だけで終わらさず、かっこいい彼氏を私が作るにはどうしたらいいんかな、高い給料をもらうにはどうしたらいいんだろうって自分の欲しいものについて一回考えてみる。ぜひ何かに嫉妬した時はどうやってそれを得たんだろうと学びに変えていってください。すると嫉妬さえも成長や気づきに変わっていって、いろんな新しい自分と出会っていけるので、ぜひあなたができることから実践してみてください。あと、この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。